新日本の若手ポッドキャスト。どうも皆様こんにちは。新日本のわけポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャマルコでございます。はい、広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫、新日本のわけという落語会を不定期で成城ホールで行っております。その宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレイレイシャマルコ、そして三遊亭満喫です。我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。はい、一人うるさい方いませんけれども、はい、静かな。今日はあの寝坊じゃないんですね。寝坊じゃないかどうか分かんないですけど、どうしてもどうしたんだよこの収録場所に来られないということで。来られない、今どこで。そんな怒ることないでしょ、前から分かってたことだから。ふざけんなおい。いや日本にいないっつってたからね。あのデブ、デブは俺だデブは俺だこの野郎。あ、そっちか。痩せてるよ俺だ。デブは譲らねえから。俺がデブだっつったの。俺がデブ、無用デブゴンって昔、俺がデブだ。デブサミットは呼ばれないんですか。デブサミット呼ばれないですね。ねえ、なんですか、嫌われてるんですか。小太りだと思われてるんじゃないですか。小太り、これ立派なデブですよね。そう、まあ正確に何割ですからね。あ、そっか、デブサミットにも入れない。やっぱそうですね。はい、坂前行くとないっていうですね、ね、小太りだから。ああ、そういうことか。大きい人の 3XL 以上しかないんで。中途半端。中途半端、XL とか 2XL。残念ですね。残念ですね。ギリギリだね、ギリギリ。残念な人生。残念な人生。人生言わないでくれ。拡大しないでください。人生。今日こちら師匠どこいるんですか。どこいるんですか、これ。なんかどっか。どこかね。まあ普段からどこにいるか分かんないですけど。そうそう、住所不定なんで。なんで南半球に。なんかオーストラリアに行くとか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 言ってましたね。はい、で、電話でなら参加できますって。そうそう、なんかあんなこと言ってましたね。私 Bluetooth スピーカー今日持ってきて、メッセンジャーね、はい、Facebook のはあはあはあ、メッセンジャーの電話機能ならばつなげられるという、はい、そうですか。これゆうべちょっと試したらつながりましたので、これから呼び出してみたいと思います。はい、はい、電話かけたのね、今。今、あ、これ、Bluetooth スピーカーかかってる。今の音？これかかってる。電話かけてる音。あ、本当だ。本当だ。もうね、時間なんすけどね。あ、出た。もしもし。もしもし。もしもし、こちらです。あ、オーストラリアのコシラ師匠。はい。もしもし。すいませんね、今の大使館の前で、またあのかけます。あ、これかけ直してくれるのね。大使館の前？はい、領事館の前です。あ、領事館の前にいるの？わかりました。はい。何やって捕まったんでしょうか。え、大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？はい。いつになく真面目な声なんで。はい、本当ですね。本当まずいです。一旦切った方がいいですか？ね、ちょっと今ね、あのここ喋んない方がいいところ。わかりました。わかりました。わかりました。はい、改めてかけます。改めてお願いします。はい、はい、しゃべんない方がいいんだ。いや、だから10時からやるって分かってるのに、ね、日本時間の10時から。そうそう、やっぱり寝坊ですよ、寝坊した。そう、あのね、さっき10分前にね、はい、念のためにつないでおこうと思ってかけたら出ないんですよ。ああ、なるほどね、なるほどね。嘘ですよ、領事館の前に。本当かよ。寝てた。なんかゲストハウスかなんかで6人とか雑魚部屋、雑魚寝してる、ね、うん、タコ部屋みたいなところにいるんですよ、こいつは。そうなんですか、こいつが。だから周りにね、ちょっと言葉の通じない外国人がいっぱいいて怖いから、すいません、今ちょっと領事館の前だなって、うん、嘘ついたら決まってる。何話してるねみたいな、ええ、外人じゃないじゃないですか。関西人じゃないですか。何話してるんですか。山屋とかあの西成の何や簡易宿泊所みたいな。うるさいで。オーストラリアから嘘ってことですね、つまりね。ジャカシーはね、後ろから日本語が聞こえてきた、ね、間違いなくそうですよ。そうです、ね、関西弁が聞こえてきた、オーストラリア行ってるはずなんですね。うん、オーストラリアで何しに行ったんですか。何ですかね。でも一応落語会は落語会なんですよ。落語会に行ったんだ。ね、行ってんのか分かんないですよ。お金にはでもあんまならないですよ、ね、だってそもそも飛行機代だけで大変なことになるでしょ、ね、オーストラリアって往復いくらぐらいなんですかね。僕が行こうと思った時、はい、これ19だから20年近く前ですけど、確かね、一番安くても8万とか往復で、往復で、うんうん、それはもうあの何日に行って何日に帰ってくるっていうのがカチッと決まってるチケットですよね。はいはい、で8万とかだったと思いますね、安くて。
まあ、今格安なねやつがいくらなのか僕も分かんないですけど、はい、まあでもそれぐらいはきっと出してくれるんでしょうね向こうがね。まあまあそうですね、当然のことながら、まあ、足台でね足が出るなんぞは恐ろしいことですからね。足台で足が出る、さすがうまいこと言いますね。さすが五大連絡一応もう喋らねえ。いや始まったばっかりだ。俺とこちらは喋らねえ。こちら喋ってくれなきゃ困るんだよこっちは。あ来た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 、ね、4時間出ないよ出ない、もう出なくていいよ。もしもし、あれ切っちゃったんですか、うん、マルコさん今切りましたよ。切っ、あそうですか、ごめんなさい。ほらトゥルル、もしもし、もし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 、聞こえますか。メルボルンの立川こちらです。メルボルン、メルボルン、メルボルンです。ああメルボルンっていうのは関西方面ですか。そうですね、関西よりもうちょっと南ですね。もうちょっと南ね若干ね、若干南ね。ああああ、なんかさっきね、もうちょっと行くぐらいです。こちら兄さんの後ろから関西弁の罵り声が聞こえたっていう評判があるんですけどやがましいねみたいなこと言ってるらしいんですけど西成にいるんじゃないですか、大丈夫ですか。 その辺にいるのか。いや、さっきまであの日本の 領事館にいたんで、ひょっとしたらそこで僕が怒られたのが怒られた、なんで怒られたの。怒られたのが、何した、ちょっと口が過ぎますよと言われました。あー、どういう、うん、何シチュエーションがわからない、ね、何を言ったらそんなこと言われるわけ。あの、一通りこう喋った後で、はい、どうもありがとうございましたと、はい、で、すいませんね、なんかお茶しか出さないでって僕が言ったんですよ。ああ、おわ、偉い。実際的にやっぱ怒られてましたねまあ、いわゆるシャレが通じなかったというやつですね。そうですね。なるほどね。突然声が大きくなってこれ大丈夫ですか。あ、今ボリューム上げたんです、ちっちゃかった、うん、はい、すいません。すごいね。メルボルンの天気はどうですか。天気聞くのか天達、すごくいいです。天気いいですか。天気いいんだ、すごいいいです。いつから行ってんの、ちなみに。もう1週間以上オーストラリアいますね。1週間の中で、スケジュールを教えてもらっていいですか。うん、シドニーシドニーシドニーパース、うん、パースメルボルン、うん、メルボルンです。あ、まあ、それは場所ですけど、はい、何をしたんですか。うん、落語会ですね。全部落語会なんですか。全部落語会です。すごい。それが、シドニーシドニーシドニーってことは三元という計算でいいのかな。うん、で一軒、シドニーは三日間ってことですね。三日間で、三日間って何公演。三日間。シドニーは二公演です。あ、二公演。三日間で二公演。はい。はい。それはどんな感じの場所でやるんですか。シドニーは教会、一個が教会と、うん、あともう一個は人の家でしたね。人の家。人の家。お座敷。うん、お座敷。おお。オーストラリアにお座敷呼ばれている、うん、お座敷、ね、お茶出ました か、まあ、あ、お茶は出ましたそうなんですけどね、あの行ってみて初めて人の家って分かったんですよ。あ、場所の場所に行って初めてね。そう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 。何畳ぐらい向こう畳ねえだ、ね、何畳そうだな、うん、20畳30畳ぐらいあったかな。広いですね。何人ぐらい来たんですか。いっぱい来ましたね。いっぱいって子供じゃないんだバケツに3、40人だから3、40人おお。ちなみにそれあのぎゅうぎゅうでしたよ。ぎゅうぎゅうだったの。はい、何です。いや、うるせえ。 ちなみに何です。何でもないです何でもないって何でもないこと言わないでね、状態悪い時にちょっと長めに喋りたい。ぎゅうぎゅうだったんですね。それは重々でしたね。初めて行く、初めて呼ばれていく相手なんですか。そのうちは初めてでしたね。教会はもう3回目。なるほど。あのオーストラリアにはもう何度も行ってますよね。オーストラリア、そうですね、今回3回目ですから。それでだから前のつてがあって呼ばれて、さらに新しいところも増えたと、そういう感じですか。そういう感じで、あ、じゃあ3回目で3回ともいらっしゃってた人もいて、いました、いました。3回目来てて、で3回目で
初めてあなたのこと面白いと思ったって言われました。あ、なるほど。それはどういうこと。わかんないんですよね。やっぱり一回じゃわかんないんだね。あの日本人なんですけど、ちょっと日本人の発想じゃない発想の人ばかりなので。ああ、なんつうの、自由な雰囲気なんですか？どっちかっつうと。自由ですよ。やっぱそうなんだね。すごい自由です。ええ。あとであのマルコさんが多分 P を入れてくれると思うんですけれども。はい。あの昨日泊まった、の。場所のロビーではあのやってましたね。完全にいいじゃん。自由だね。自由。うん、自由ですね。それはそちらでも非合法ですよね。完全に非合法ですね。へえ。やってらっしゃるんですか。なんでそこ。やってないよ、危ないよ、そういうの、そういうの危ないからね、やってないからね、俺は。本当にやってないですよ。そうか、やってないですよ。やってないよ。やってるかもしれないっていう人に。やめてよ、海外に行ってる人にそういうこと聞くのは。あのやってないようなところに P 入れますからね。やってない。そこはおかしい。入れる場所間違えてる。あ、間違えてるか。入れる場所ね。そうか。間違えてます。編集に疎いからさ、ごめんね。編集に疎いです。うん、うん、あのこちら師匠がそちらに行かれてる、こちら師匠がこれからまだまだ公演があって、はいはい、あ、そうですか、はい、今日メルボルンでやって、うん、でこの後ゴールドコーストでまたやって、うん、そのブランクタイムはデブリスベンでやって、ああのだからやってねっつってんだろうよ。いや、ブランクタイムは遊んでんの、なんかして。ブランクタイム、あ、びっくりした、うん、ブランクね、うん、ドラッグタイムって聞こえたからさ。いや、ドラッグタイムは、まあ、あの、まあ、別にあるわけでしょ。やってないやってないの。やってないですか。あの、あ、空いてる時間はね基本的にないです。ああ、移動なんだ、ずっと。もう移動と公演のみですね。なるほど。で僕あの観光に興味ないし、うん、そうだね、あと食べ物も本当に何でもいいので。うん、何食べてんすか。観光は一切してない。ね、肉。肉、うん、牛肉？あのパッサパサのパッサパサのオージービーフ。ああ、あのカンガルーとかワニとか食べてないですか。食べないです、食べないです。あ、カンガルーとかワニ、そういうものを、うん、あの変わったものを食べてお腹壊しちゃうといけないんで食べないです。いや、まあ、なかなか堅実な考え方、うん、そう、まあカンガルーとかワニとか、そうなんです、あの捕まえるのが大変ですもんね。そっからかよ。そっからかよ。同じツッコミを二人が一緒にした。ちょっとタイムラグありましたよ、ね、ステーだよね、はい。うん、じゃあごめんなさい、さっきね、あの整理して聞きたいんだけど、スケジュールは 今の時点でもう1週間、まあ、10日ぐらいと1週間、はい、でそこのあと何日ぐらいオーストラリアにいるんですか。あと、うん、あと5日ぐらいかな。はあ、もう帰りの飛行機はもう決まってるわけでしょ。決まってます、決まってます、うん、じゃあ、5日ぐらいいて、つまり、まあ、2週間ぐらいの、まあ、滞在っていう。全部でそうですね、2ウィークスです。2ウィークスっていうと2日ですか。何。ああ、わかんねえな。いやいや、英語が下手だからわかんねえんだよ。あ、そうなんで、俺の英語通じないんだよ。今回はあの今回は旦那のいない留守に泊めてくれる女の人はいないんですか。おいおい、いいのか聞いて。 あのね、うん、いっぱいいます。旦那の留守に泊めてくれる人いんの。いっぱいいます。マジで言ってんの。そうそう、いっぱいいますよ。もうこれはコシラの集いに来てる人は分かるはずですよ。そうなんですか。そう、あ、コシラ兄さんの会ではもうみんな知ってることなんですね。そうそう、もう一般常識になってますね。旦那のいない留守に泊めてくれる女の人と夜何してるんですか。いや、夜はホテル戻りますよ。あ、泊めてくれるんじゃないの。え、泊まるといろいろ問題起こるでしょ。あ、ね、あ、覚醒剤とか。そっちか。違うそっちじゃない。そっちじゃないのね。うん、ほら、うん、俺さ、はい、紙入れとかって話知ってるから。はい、紙入れってどんな話ですか。ああいう、あ、だからおめえが一番してんだろ。いや、もう全然怖くないわ、顔も見えねえし。かかってこいや。かかってこれない、南半球にいんだから。そうか、面白いな。お前帰ったらひどい目合わすからな。ちょっと休むと思うわ、9月の公演。そのためにやってんだから休まないでくれよ。全然やってんだから。みんなが聞きたそうなことってなんだろうね。うん、
落語やるんですか、 ちなみに、うん、漫画だけじゃなくて落語スケジュール聞きたいですね、うん、こう公演一公演のパッケージってどんな感じなんですか、どんな感じでやってるんですか。まず初めて、うんうん、スタートから30分、はい、30分は、主催者をいじる。ああなるほど、はい、うん、で、そこから30分は、うん、他の都市の悪口ああなるほどね、なるほど、あんなとこに住んでるやつは一席やって、はい、終わり。おお、あ一席なんだ。あ、まあ一席か二席ですね。あでさっき、うん、日本にいる日本人とは感覚が違うっておっしゃってましたけど、やっぱ笑いのツボとかも違う感じなんですか。あ、笑いのツボはそう変わんないですね。あ、そうですか。じゃあどの辺が違うって。すごい受けます。いろんなことがルーズですね、みんなルーズ、うん、ルーズ、ルーズです。時間とか、はい、開演時間に来ない。一応僕はあの英語ができないからね、はい、うん、空港までみんなに迎えに来てもらうんですよ。はいはいはい、はい、それでも行く前はなんか歓迎こしら師匠とかっていうパネルを作るからって言って大騒ぎしてたんですね、はいはい、で空港着いてみたら1時間誰も来ないとまあ歓迎されてなかったっていうことでいいですかね。歓迎されてなかったっていうことで、ね、あんまり時間が経っちゃうと、うん、あのウーバーっていうアプリがあるから、はいはい、それで指定した住所まで来てとかなりますね全然約束と違うじゃん。え、空港にすら来ない。面白いね、面白いねえ、カルチャーそんなんばっかりです。あの新たに感じたカルチャーショックってある？なんか3回目でしょ、まあ、オーストラリア。あ、うん、いやでもね、あの今日初めて満員電車乗ったんですよ。満員電車、あるんだそんなの。満員電車に、うん、乗ったんですけどもね、電車の中がね監視カメラだらけ。へえ、すごいです。この辺は、ね、日本より進んでるなと思って。あ、そうね、あ、なるほど、まあ、確かにね、なんかあのね暴力行為とかあるとね危険ですからね、やっぱりね。だから街の感じもそうですね、あれですか、治安が悪そうな感じなんですか。そうですね、僕今泊まってるところの一本裏の路地は絶対行くなって言われてますねへえ、一本だけ、本路地一本だけなの。路地一本だけです。じゃあ雰囲気って見えることは見える、その雰囲気は見えますね。どんな雰囲気なんですか。あのね、夜中中ね殺菌って言ってる、うん、夜中中殺菌、あ、これ日本のことだから殺菌には、いろんな人が殺菌って言ってる、ね、殺菌で、こしらんさん殺菌ジャップぐらい分かるよこの野郎って言いましたいやいやいや、そこ入ってったら本当死んじゃうかもしれないから、ね、ちょっとやってみてもらっていいですか今晩やってみましょう。まあ放送がね、電話で中継してもらっていいですかいや、それ無理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 放送が終わればまあね、別にあのどうなろうと大丈夫おい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 無事に帰るわ。うん、まあ帰ってきてね、まあ、そのいろんなこと教えてもらいたいからね、帰ってきてほしいんですけど、ええ、まあ、ねえ帰りますよ。うん、だからお金出せばピストルぐらい買えるってことですかね。いや、どうなんだろう今回あのタバコは順調に買えてますか。タバコ買えてます、買えてます。やっぱ高いんでしたっけ。高いですね。そうなんですよ、前回あの間違えてキセルの仕草で買おうとしたのが失敗したんで。当たり前だよバカ野郎、分かるわけねえじゃねえか、キセルの仕草分かんなかったんですよね。当たり前だよ。それはキセルの仕草が下手だったってことでいいですか。やめなさい広瀬さん、やめなさい。パイプがあるんじゃないですか。パイプが、パイプね。あ、なるほどね。パイプないんですよこっち。ないの。紙巻きタバコなんですよね。それ自分で巻くという意味。巻くのと、あとボックスっていう巻かれてるのと2種類ですね。ああ、普通のね。へえ空港でまたタバコをあの取られたり欲しがられたりしませんでした。あ、タバコは取られなかったけどライター取られましたね。それ完全にカツアゲじゃん。そう、ライター貸してくれって、貸したら返してくれなかったですね。はあ、貸してくれないんだよね。あ、あの返してくれないですよ。あのさ、なんか怖い目にあったとかそういうことはないの。それは今のところないですね。あの僕ね、多分人一倍聞き察知能力が高いんですよ。ああ、それはそうかもしれないね。確かにね、うん、だから危険、だからね、こう本能で危ないとこは行かないですね。
ああそう、それは行かなかったエリアとかっていうのは後で調べて本当に危なかったとかってあるんですか。いやいや、だってもう安全なところ以外は絶対行かないようにしてますもん。ああそうなんだ。お客さん含めて日本の方、全部ほとんど全部ほとんど日本の人です。だね、日本語でやってるわけですもんね、字幕もないし。そうですそうです。会場によって違うと思うんですけど、木戸線はどんな感じでやってるんですか。はい、なんです、もう一回お願いします。木戸線ですね、入場料。あ、入場料ね、20ドルから40ドルの間だから結構高い。80をかけてください。 80?、うん、あ、1ドル、あ、1オーストラリアドルが80円ぐらいってことですね。80円ぐらいだと思って。オーストラリアドルね。じゃあまあ高くても3000円ちょっとぐらい。そうですね、なるほど、うん、まあまあね、ちゃんとしてますよね。そうですね、うん、ちゃんとしたやってますよ、うん、まとまれば結構な金額になる感じですね、これは。その地域って何、これが意外とそんなになんないですね。そうですか。なんないの。だって航空券代でしょ。それそっから払う。ビザ代でしょ。それそっから払うんですか。そうですよ、あ、そっから払ってますよ。それは主催者が呼んでくれるわけではなく、足つきではない。違いますよ。そうなんだ。もう完全に入場料収入の中からやりくりしてるって感じですね。はいはいはい。それでも主催者側の方が小屋代としてそっからかなり持っていくんですか。払ってます払ってます。あ、で、旅費はないと。それないですね。なかなかそれはやっぱり何のために行ってるんですか。すごいこと聞きますね、ひろさん。ズバッと聞きました今。そう、あんた何考えてんの。オーストラリアに落語を普及させようという使命感に燃えて。いや、何なんでしょうね。言われてみたら、なんか面白そうなこと。この後公演やる気なくなっちゃったな。メリットはどこにあるのかなと思って。だってね、講座は楽しいんでしょ。あ、楽しいですよ。だからオーストラリアではもう今後あれですよね、こしら落語がスタンダードになっていくと、まあそういうことですよね。そうなっちゃってますね今。素晴らしい。なるほど。オーストラリアで僕今、うん、伝統を作ってるところです。なるほど。おお、すごいすごい、大きく出ました。軌道線が分からなかったくせに。そうですよ、大きく出ましたよ。できればそのままオーストラリアにいてもらえるとありがたいんですけど。帰るわ帰るわ帰るよ。そうか、帰ってくんのか。帰るよ。いつ頃帰ってくる予定ですか。集いの前に帰ります。集いの前ね。それお願いしますよ。はい、それは頼みますよ。今度の集いは、いつもの場所でしたっけ。そ、個人的なことです。ユーロライブでやるんでしたっけ。ユーロライブでやります。はい、ほらほらほら、ね、今度っていつだ。これ間に合うのかな。間に合いますね、これね。ユーロライブっていうのは、渋谷。渋谷です。うん、なるほど。渋谷のこしらの会でこのことについて、聞けるわけね。オーストラリアのことについて、うん、渋谷のユーロでオーストラリアの話。俺わざわざオーストラリアいるんだからさ、渋谷の話でも盛り上がらなくていいだろう。ちょっと黙っててもらっていい、今渋谷の話すから。いやいや、これはもうごめんごめん、通常ホールのためにやってるんだから。渋谷はいいですね。じゃあね、でも一応さ、この話もっと詳しくね、こしらの口から聞きたいという人のために、日にちと宣伝、言わせてもらっていい。何日。あ、お願いします。何日ですか。6月。ごめん、このね、喋ってるスマホに全部情報入ってるから。分かる一度切ってからになる。いいです、ね、なんだよ。大丈夫、東京河原版を買えば分かります。東京河原版ね。はいはい、東京河原版を皆さん買いましょう。はい、あと立川ゴジラのツイッターの中にも出てるでしょう、どうせ。ツイッター、ね、ツイッター見てください。はい、今年は、はい、お願いします。じゃあもうそろそろですか。じゃあそろそろ1本目はね、これで、締めたいと思います。はい、どうします、次も参加しますか。あ、
ぜひお願いします。喋りてんじゃねえかよ。腰立ってんねえ。とりあえず次回のオーストラリアから立川こしらでした。はいはい、ああお疲れ様です。あ、まだ切らないでください、はい、最後のがなりお願いします。最後のがなりね、はい、やるんだそれ、はい、はい、次回新日本の上げ落語会ですけれども、9月の10日、成城ホールで行います。19時開演でございます。前売りが2500円、当日が2800円、アンダー25、割引オーバー65、割引障害者手帳割引がございます。成城ホールの窓口でチケットを買うときに提示していただければ1000円引きとなりますので、よろしくお願いします。 E プラスチケットピア、カンフェティ等でもチケットは発売しております。お問い合わせは東京0334821311、成城ホールまでよろしくお願いします。というわけで、オーストラリアにいらっしゃる立川こしら師匠、締めの一言お願いします。はい、はい、行きます。パッキンジャップぐらい分かるわやろ。はい、ピー入れます。はい、新日本のわけポッドキャスト、新日本のわけポッドキャスト。